田中達也、田中ボールを取られました。柴崎前に送ります。チャンスになりました。上がっていく。さあ右の前のスペース、花咲が行く。花咲が中を見る、入れる。そしてジレイ先制。アントラーズ22分、最初のシュートが得点に結びつきました。綺麗な崩し、ジレイの得点で1対0。水沼さん、はい、綺麗な崩しでしたね。そうですね、ボールを奪った後の長きでしたよね、パス、はい、縦パス、はい、まあ、金崎もうまい流れ方をしましたし、はい、でジネーとクロスするようにね、いや長きいいボール出しましたね、はい、長き、金崎、ジネー、ジネーは今シーズンのこれが初ゴールになります。最初のシュートが得点に結びつきましたね。本当ですね、てるんですが、白星の欲しいところです。縦につけたボール、ジナイワンタッチ、うん、ちょっと金崎とは合いませんでした。逆にボールは今アルビレックスからもう一度と思います。はい、で塚さん、はい、どうぞ。その長木選手なんですけれども、はい、レオスローインです。ボールはアントラーズ、ジナイ収まらず笛が鳴りました。新潟ボールになります。遠藤、いい角度だよ。柴崎、綺麗。多分監督の信頼を得たんだなというふうに思いますね。やっぱり経験のある選手ですし、何か人と違うビズが欲しいってなった時に彼みたいにこう飛び出せる、チームには同年代の選手が多くてすぐにチームに溶け込んだんだそうですが、はい、チームの酒井が入れました。イブスキに収まらず、両チームまだシュートのない20分です。選手の特徴が生かせればセットプレーでも攻撃の幅が広がるのではないかと話していました。はい、そのジネイ、まあ、前線はタレントはほんのアントラーズいますからね。いますもんね、はい、赤崎もいるわけで、そうそう、今日はベンチには入っていませんが、通常のカットをうまく拾ってフィニッシュまで持っていきましたが、最後はソガハタ、そしてソガハタから前にジネイが一人頭でつきました。今のシーンです。まあ、パスがずれたとも取れるし、はい、酒井がもう一つ準備してなかったのかなとも取れるような、あーはーはー、なるほどね。で、あれがコルテース、アントラーズがボールを奪う。まだ落ち着きません。ジレイへ気を良くしています。今日の得点はジレイ。今日のゲームの中でもどんどんと中を狙っていきたいというふうに抱負を語っていたその加藤です。ジネイ剥がすことできませんでした。収めるのもうまい選手ですし、またゴールするためのポジション取るのもうまいですよね、はい、前節点取ったみたいにちゃんとポジションに入りますよね。逆サイドにボールが渡りました。いいしてボールを持った、また落とした。ジネイ狙う。そしてジネイの足元、ジネイが行く。ドリブルで仕掛けます。折り返す。左に開いているアダユートを狙います。アダユートン対上田、ここは上田の勝ち。ジネイが粘ったと思うんですが、だからこそ見えてきたものというのもあったりするんじゃないでしょうかね。そうですね、出続けている時っていうのは意外と見えないことの方が多いですからね、はい、一度こう、その左足を使ってくるかどうか。山本のキックです。さあノーホイッスルです。アドバンテージを見ました。西大吾、中央小笠原、縦に送る。ジレイオフサイドです。キーパーの近くに2人の選手、中央を使う。ジレイが跳ね返しました。金崎が遠藤から金崎、フリーでボールを持ちました。クロスが上がる。ファーサイド、ジネイを狙った。折り返し。上空に上がったボールがセンターサークル付近に落ちてきました。